ぞ。はい。黒毛の端芝に保護呪符を貼ればいいんですね。スピードアップのアイテムを買っとこうかな。とにかくフィールド上のモンスターを全滅させりゃいいわけか。手当たり次第に片付けるか。早く黒毛の端芝に会ってみたいです。割と小さなフィールドだね。ここなら捕まえやすいかな。アトリ、行きます。ラッポラユエーセン、ラッポラクンクン、ほらよ。
ラッポラ！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 
くぞ。せい、アクセル、ほら、蹴散らしてやる。ラッポラッフン、行くぞ。遊泳船、ラッポラッフン、ほらとどめだ。ラッポラッフン、フン、とどめだ。ウソージン、ラッポラッフン、ラッポラッフン、遊泳船、ほらフン、ほらほらよ。まだ出てこねえのか。短期はダメですよ、長谷尾さん。もう一息、頑張ろうよ。蹴散らしてやる。こっからは本気だ。よーし、行くぞ。せい、ギリラッポラッフッ、とどめだ。ラッポラッフッ、ほらよ。そこだ、落ちろ。ラッポラッフッ、ウソージン、
しろ。この調子でいこう。
これでモンスター全部倒したな。ふん、本当に出てくんのか。見つけたぜ。まず蹴って動きを止めるか。僕は静かに暮らしたいだけなのに幸せをあげる。だからもう勘弁して。手間かけさせやがって。消えちゃった。もっとじっくり見たかったのに。やった、さすがだね。あとはクエスト屋に報告すればクリアか。
よ試合開始だね。あー、なんだかドキドキしてきた。長谷尾は大丈夫？緊張してない？あのな、アリーナったってエリアでモンスター狩るのと一緒だろ。周りで人が見てるっていうのがプレッシャーなんだよ。昔一度だけアリーナに参戦した時なんか、テンパって何もできないうちにオイラたちタコ殴りにされちゃってさ。うん、ボロ負けだったんだよね。アトリはこういうの平気？おい、アトリ。なんですか？相当テンパってるね。皆さん、どうしたんですか？私、頑張りますよ。ところで私、何をすればいいんですか？アトリは回復スキル主体でよろ。はい、わかりました。大丈夫かな。とりあえず行ってみっか。今まさに戦いのハロウィンが始まろうとしております。ランクが低い？心身疲弊と言ってくれ。眠っていた狩猟本能を解放する時がやってきた。しなやかに今颯爽と入場。卑怯、最高の褒め言葉だ。寝ても覚めても相手を蹴る。気分は辻斬りパラダイス。泰然自若に今入場。さあ、お互いに睨み合う睨み合う。一歩も引かない視線と視線。果たしてどんな戦いになるのでありましょうか。アリーナバトルって基本的にはいつもやってる戦闘と変わらないんだ。でも違うのはプレイヤー同士が戦うってところで、相手からも同様に連撃を食らうってことなんだ。だからアリーナでは相手の連撃対策が最も必要とされる。あ、見て長谷尾、敵がアーツを使おうとしてるよ。そんな時に便利なのが反撃トリガー。この状態の敵をターゲットしてスキルトリガーを打つと反撃トリガーが発動する。反撃トリガーは敵のアーツを貫通できる上にカウンターダメージも与えられるんだ。さらに相手のテンションを下げるおまけ付き。相手の覚醒を事前に防止することができるよ。要するに打てば打つだけこっちが有利になるってことだな。そういうこと。あ、でも反撃トリガーは相手も使ってくるから、スキルトリガーを引くときは注意してね。反撃空想陣。うまい。さすが戦闘に慣れてるだけあるね。これで効率よく習熟度を上げることができるね。そうだな。幽霊戦。ほら、
あんな雑魚は勝って当然だろ。おい、アトリあ、やったー。の、待て、止まれて。おい、私たち本当に勝ったんですよね。ね、ね。いいからどけよ。でも相手チームの人たちはがっかりしてるんですよね。は？まだそんなこと言ってんのかよ。だってあいつらだってお前と同じだろ。え？だから負けた回数だけ勝利の喜びが増すってやつ。そうか、そうですね。あの人たちが次の試合で勝てるようにお祈りしちゃいます。バーカ、そういうことを俺たちが言うのは嫌味なんだよ。あ、はい、すみません。今度から気をつけます。初勝利で5万円つお、め、で、と、おう。長谷尾ちゃん本当にしつこいな。ちょっと尊敬してきた。あんたの今のアリーナランクはまだ最低ランク。早く私に会いに登ってらっしゃい。今度こそズタズタに愛してあげる。今まさに戦いのハロウィンが始まろうとしております。ランクが低い？新進気鋭といって、あっ、ほら、ふんふん、あっ、ほら、ふん、あっ、ほらよ、ふん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 、反撃！
空想で。
噂版に確認してみるか。プロジェクト GU のオサって、ヤタのやつ、何考えてんだ。プロジェクト GU のオサってグリーマレーブ大聖堂デルタ。
ふっ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 ふ。まんまと罠にかかったな、ドライエッジ。ここで会ったが100年目、神妙にお縄を頂戴しよう。お前、誰？ふん、悪党に名乗る名前はないわ。たーん。わー、息吹俊足のドーベルマン、ヒロシさん。ただいま参上。キラーン。名乗ってるじゃん。え、それとさ、俺トライエッジじゃないから。な、ドワッ。いやー、失敗失敗。てっきり秘伝がトライエッジかと思ったのだが。あんたどうして奴を追ってるんだ。うん、まあ例え話として聞いてほしいのだが、あるゲーム会社に一人のグラフィッカーがいたと思いたまえ。その男は自分のグラフィックに絶対の自信を持っていた。自社のネットゲームにログインして自分が担当したグラフィックを堪能していた。ところがある、男は信じられないものを目にすることになる。自分の作成した超流麗千円究極グラフィックに醜い三角形の傷跡が刻み込まれていたのだ。なんという冒涜、なんという暴挙。復讐の鬼と化した彼はその犯人を突き止めるべく BBS を使用した巧みなトラップを用意したのだ。それって例え話？そうだ、例え話として聞いてくれとそう言っておる。トライエッジはあんたが相手できるやつじゃねえ。危ねえから追っかけるのはやめとけよ。ブル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 、問答無用。私はやつを捕まえるまでは止まらないぞ。秘伝もトライエッジを探しているのか。まあな。ふむ、なあ、他にサインがあるエリアとか見つけたら教えてくんねえかな。一見ドス黒く濁っているが、その奥に正義の輝きを秘めているように見えないこともない。その人に、よかろう、良き目をした人よ。ギデンと私は志を共にする者のようだ。は？トライエッジの探索の同志と認め、この命果てるまで共に戦うことを誓おう。はあ、まあいいや。で、プロジェクト GU の多さってどういうこと？ん？秘伝も私のギルドに入りたいのか？だが、絵が描けることが条件だぞ。何しろグラフィックうまいで GU だからな。ヤタってやつ知ってるか？誰だねそれは。はあ、いや、もういい。そうか、ならば私はまた策を練るとしよう。旅路の果てまでも頭上に星々の輝きのあらんことを。ジュマッチ。なんか変なもん見ちまった。タウンに戻るか。ガスパ、ハセオ、どうしたの？お前こそどうしたんだ？なんか元気ないぞ。別に。
イラはいつも通りだよ。ならいいけど。ランクを上げるためにアリーナで戦わないと。蹴散らしてやる。ラッポラ、うん、ラッとどめだ。ウーソージン、ユーエーセン、ラッポラ、うん、ラッとどめだよ。ラッポラ、うん、ラッポラ、うん、ラッとどめだよ。ユーエーセン、ラッポラ、うん、ラッポラ、うん、ラッとどめだ。まざっとこんなもんだな。
と。なあ、今まさに戦いのハロウィンが始まろうとしております。ランクが低い？心身疲弊と言ってくれ。眠っていた狩猟本能を解放する時がやってきた。しなやかに今さっ、時空超人はっせやはっ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 時空超人ほら、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 ほら
風装で、おい、そこの。なんだよ、おっさん。威勢はいいな。おめえの試合見せてもらった。そりゃどうも。何？俺のファン？全然なっとらん。はあ？おめえはエリアとアリーナにおける戦いの違いを理解してねえ。スキルを活用してね。そして何より仲間と連携が取れてね。てめえ喧嘩売ってんのか。いいか、今までは勢いだけで勝ち進めたが、高ランクの戦いはそうはいかん。勝ち抜きたいなら経験者のアドバイスが必要だ。間に合ってるよ。ほう、間に合っていると抜かすなら、そいつをわしに納得させてもらおうか。デルタサーバー、仰然たる震源の亡命者のミッションをクリアしてこい。ここをクリアできるならば、おめえの実力を信じよう。なんで俺がそんなこと。やるやらねえはおめえの自由。自信がなけりゃ尻尾巻いて逃げ去れ。失せろ。逃げ去るだと？なめんじゃねえ。そんなエリア楽勝だぜ。吹いたな、小わっぱ。男に二言はないという言葉を知っとるか。やってやるよ。ミッションをクリアすりゃいいんだな。まさに戦いのハロウィンが始まろうとしております。ランクが低い。Yeah!
ロッホン、うん、取られよ。ロッホン。丘の上にそのアイテムをセットしていけばいいんですね。できるはず。さてと、ナックルマンはどこだ？長谷尾さん、まず丘を探しましょう。ナックルマンっていうぐらいだから、やっぱり拳で攻撃してくるのかな。Ah!
っとこんなもんだな。丘ってのはここでいいんだよな。一つ目セット完了です。やったな、ハセオ。見覚えあるぞ。進路不明、燃料引っかかりの生命体事務側投入してください。グラ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 。これで2つ。2つ目セット完了。あと1つですね。よし、ラスト1個。ナックルマンか。行くぜ。速攻でぶっ飛ばす。行くよ。
ゴッホン。Thank you.
上等だ。かかってこい。ラッブ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 ラッつまめ返し。
ほらよ、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 合唱つまめ返し、ほらよ、ほらよ、ほらよ、やったね。てめえはやっと来たようだな。どうだ、大変だったか。言ったろ、楽勝だってな。やはり若えもんは面白い。恐れというものを知らん。何のことだ。おい、人に散々苦労させといてそれだけかよ。ランクを上げるためにアリーナで戦わないとな。